小林照正は、福島県藍津出身のフリーアナウンサー。神代高校卒業後の1956年に、中央大学法学部へ進学し、在学中は、読売新聞で、昼間アルバイトをしながら、夜間通学していた。大学卒業後の1960年に、日本短波放送へアナウンサーとして入社するが、大学を夜間通学していたため、 それなら、昼間は会社へと4ヶ月早くから出社していた。月曜日から土曜日までの午前中は、先輩からアナウンスの講習を受け、時には、株都庁の東京証券取引所へ株の値読みの放送をしに出かけたりしていた。ある時に、競馬放送をしている先輩アナウンサーに、競馬場に来ないかと声をかけられたのがきっかけで、土曜日は午後、日曜日は、 朝から競馬場に行くようになった。中山では放送席、東京では放送室の外でひたすら実況練習を積み、当時の東京の放送室はトタン屋根の上にプレハブ作りで、ちょっとした風でも不幸ものならガタピシと音を立てた。台風が来た日には放送室は危ないというので貴品室へ避難したこともあった。技術の人たちが目の前に 大きなアンペックスのオープンリール用の録音機を持って来てゴールまで必ずアナウンスをしろよと励まされ素晴らしい環境の中での勉強であったそのうちに相当数のレースの場内実況をしたりして度胸もついたように見え夏の福島からのデビューを先輩が決めてくれた本番は緊張して上がってしまい何日か経って先輩が一枚のハガキを目の前へ持ってきた 素人より下手だという一行が書いてあり、もうちょっと練習してみるか、という先輩の言葉にただただでくだけであった。この頃は正月開催が終わった後は中京単独開催となった時代で小林は一度だけ出張に同行したことがあり、名物の土手焼きを食べて体を温めながら放送をしていた。主に中央競馬実況中継では、 グレートヨルカが名水の三冠を阻止した、喫花賞、島田伊佐が投稿エルザで3連覇を達成した、優秀品は、敗成功竹ホープの引退レースで、谷の力が勝った、有馬記念など数々の大レースをアナウンスし、野平雄二騎手最後のインタビューや、第22回、有馬記念の勝利騎手インタビューでは、インタビュアー、1978年3月10日には、 テンポイントの告別式で司会を務めた。1984年に退社。その後は、テンプロダクションに所属し、中央競馬ワイド中継、ハイライトの初代キャスターを2002年まで務めた。競馬マスコミと携わる傍らで、カ賀八郎やテレサテンの専属司会など、芸能の分野にも精通。現在は、東京都調布市、上石原在住で、社会福祉法人、 子供の家子すずめ、会理事長を務める傍ら、演歌歌手、三崎英二の専属司会者。オフトーク通信のアナウンスメント、番組制作の講師も務めた。ありがとうございます。